げた空は続く。想いも必ず届く。変わらない笑顔はきっとそこにある。必ず迎えに行くよ。皆さんよろしくお願いします。すいません。ツイキャス始まる前にちょっと、お友達の、親御さんがちょっと亡くなったっていう連絡網が回ってきてしまったので、すいません。ちょっとスタート遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。はい、よろしくお願いします。はい、今日ね、ツツイキャスにご出演していただいてお話ししていただくゲストの方なんですが、23歳っていうまだ本当にお若い女性なんですね。はい、ありがとうございます。すいません。ちょっと友人の、はい、親御さんの、ご不幸があったので、すいません。スタート遅れました。木村奈緒さんという、女性です。はい。今、社会人1年生として、大学を卒業されて今年から、お勤めをされていらっしゃる女性です。で、またその女性が、新潟県立大学に通われていた大学生の頃に、すいません、告知で3ヶ月と書いてましたが、すいません、正しくは5ヶ月から6ヶ月の間違いでした。すいません、約、5ヶ月間、拉致問題について学ばれ、いろいろ調査とか、はい、学ばれて、今の若い方はね、なかなか拉致問題を、知ってる方は少ないんですけれども、新潟県の方で、そういう、若い方に、ちょっとでも拉致問題を、こう、知ってもらおうという、はい、若年層の理解を、北朝鮮による日本人拉致について若年層の理解促進を図ることを目的にということで、いろんな大学で拉致問題の啓発セミナーっていうのが開催されています。で、今年は、令和3年度は、長岡崇徳大学っていうところと、新潟国際情報大学というところで、はい、啓発セミナーが行われています。で、この木村奈緒さんは、ですね、平成の30年ですね。はい。平成30年の7月から12月まで、新潟県立大学において拉致問題啓発セミナーっていうものが実施されたんですが、そちらに参加されていた、はい、当時が大学生だった女性なんです。で、どういうきっかけで私が、その木村奈緒さんっていうね、若い女性と知り合えることになったかと言いますと、このツイキャスでも何度もご出演していただきましてお世話になってます。横田めぐみさんと小学校、中学校の同級生だった。で、今同級生代表を9年間務めていらっしゃいます。池田正樹さんがこのセミナーに参加されたので、そこで木村奈緒さんと知り合われて、こういうことがね、あったんですよっていうことを私が池田さんとのお電話でお話ししてる時に知ったので、そういう若い女性に、若い方に拉致問題のことを語っていただきたいので、ぜひ、ご紹介くださいというふうにお願いをしまして、はい。で、最初はメールでやり取りをさせていただいて、奈緒さんから、お電話番号を教えていただいて、お電話でお話もさせていただいて、ツイキャスに、はい、今夜出ていただけるという、承諾をいただきまして、はい、ご出演が叶いましたので、はい、今日、木村奈緒さんにお話を聞かせていただきたいと思っております。上野先生、いつもありがとうございます。お忙しいのに。はい、ありがとうございます。今日は若い女性に、はい、この日本をね、今から、になってくださる、社会人1年生の若い女性に拉致問題についていろいろお話を、いろんな率直な思いをお聞きしたいなと思っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ木村さんにお電話をおかけしたいと思います。ちょっとお待ちください。もしもし。はい。木村奈緒さんの電話でよろしいでしょうか。あ、はい、そうです。はい、よろしくお願いします。セリです。よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。もう今夜は、生放送に出てくださって、はい、お話ししてくださるということで、本当に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、奈緒さん、今は、はい。すいません、私がちゃんときちんと。お伝えしなかったので、はい、ツイキャスの画面って見れてますか、はい、見れてないですか？あ、さっき見てたんですけど。あ、そうなんですね。はい。コメントとかも読めてましたか？あ、アプリじゃなくて、はい、ウェブで見たので、コメントとかは見れてないんですけど。あ、そうなんですね。はい。あ、すいません。どうしましょう。コメントは私が読み上げるみたいな形でもいいでしょうか？あ、私が今、アプリをすぐ入れるので、あ、そうですか。ちょっとやってみたいと思います。わかりました。すいません。はい、すいません。大丈夫です。お伝えしとけばよかったです。すいませんでした。はい、URL は、今、LINE の方に送っていいですか？あ、はい、大丈夫です。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。すいませんでした。いや、大丈夫です。ごめんなさいね。ツイキャスビュアーっていう緑色の鳥のマークのアプリを、はい、はい、インストールしてください。あ、入れました。はい、ありがとうございます。はい。はい。で、そちらを開いていただきまして、はい。配信中のところで、はい。ひらがなでシェリーっていうふうに検索していただいても多分出ると思うんですけど、はい、わかりました。ちょっとやってみてもらっていいですか？はい。あ、出ました。あ、よかったです。はい、大丈夫です。はい。今、しげるさんとか、さきえさんの本当に若い頃のお写真の画像になってると思うんですけど。はい。はい。これね、家族会が結成されて、メディアの方々にね、拉致被害者家族会結成の時の記者会見の様子なんですけど。はい。はい。もう今から本当に随分前になるんですが、もちろん奈緒さん、ねえ、もう、大学で、まあ、このセミナーに参加されるまでは、はい。北朝鮮が日本人をたくさん拉致していったっていうことって、はい。見聞きしたりしたことありましたか？あ、はい、それはありました。あ、あったんですね。はい。はい。私出身は群馬県で、新潟県じゃないんですけど、はい、中学校の時に、はい、ひろみさんの DVD を授業の一環で見て、それで拉致問題っていうのは知りました。あ、アニメめぐみを中学校の時に授業でご覧になったんですね。はい。はい。で、その時、なんかこう、どういうふうに最初に思われたかって覚えていらっしゃいますか？はい。中学生の時ですね。はい。結構、ショックでしたか？いかがだったですか？そうですね。なんかその、DVD 見たのがアニメの DVD だったんですけど、はい、そのなんか連れてかれてるシーンとかは今も結構鮮明に覚えてるので、なんかそこまで、なんだろう、拉致問題を例えば解決したいとかそういう思いとかはなくて、ただ単純になんかすごい怖いなっていうのを覚えてました。あ、なるほど。はい、そんな、そのね、まあ、日本海越えて、まあ、船で、めぐみさんは40時間、はい、船底に閉じ込められて連れて行かれてしまったんですけど、はい、そんな中学生の女の子まで連れて行かれるなんて、はい、ね、その日本と国交もない国に連れて行かれてしまって、何十年も帰ってこれない中学生の女の子がいるって、結構やっぱショックだったし、怖かったでしょ？そうですね。その船底で、なんか爪を引っかいてるみたいな映像っていうかそのアニメだったんですけど、はいはい、そのシーンが、それが結構自分の中で、こう、なんか心に残ってるところでしたね。あ、そうなんですね。はい、今コメント欄に、はい、上野博さんっていう方のコメント載ったの分かりますか？はい。はい。この方、衆議院議員、国会議員の先生なんですけど、あ、はい、はい。群馬で、いつも、署名活動なんかも、ね、はい、参加されてくださってる先生です。はい。はい。はい、で、群馬の中学校でそうやって啓蒙啓発でアニメめぐみを上映してくださってるんですね。よかったです。はい。はい。で、そのアニメを見て、北朝鮮による日本人拉致を知ったっていうことだったんですが、はい、そのアニメを見たときに、はい、お家に帰ってきて、はい、お家でご家族とお話とかされた記憶はありますか？いや、記憶にはないですね。あんまりないですか？話をした。はい。はい。授業でアニメを見た後は感想みたいなのはみんな書くんですか？あ、書きました。多分。そうなんですね。でも自分がどういうことを書いたかっていうのはちょっと忘れてしまったんですけど。あまり覚えてないんですね。はい、なるほど。もう書いた覚えはあります。あ、はい。そうなんですね。で、大学生になられて新潟県に。はい。はい。来られて、新潟県立大学の大学生として、そのセミナーに参加するのは、これはみんな、自主希望みたいな形なんでしょうか？最初は、はい、ある授業があって、その授業の担当の先生が、セミナーを、主催を手伝う先生だったので、その先生が、その授業30人くらいに向けて、こういうセミナーがあるから、参加してみないかっていうので、提案をしていただいて、はい、そこへちょっと私は参加してみようかなっていうので、参加する形になりました。そうなんですね。なるほど。はい、なんて言うんですかね。はい、参加してみようと思った、一番の、なんて言うんですかね。うん。これっていうものって何かありますか？うん。私が、拉致問題が今自分がいる新潟で起こった出来事だったっていうのが一番大きいかなというふうに思っていて、で、中学校の時に、さっきめぐみさんの DV を見たっていうふうに言ったんですけど、その時はそれが新潟で起こったっていうのを恥ずかしながら知らなくて、で、大学にいた時に、授業で、拉致問題で、横田めぐみさん、他の拉致被害者の方が、新潟県で拉致されたっていうのを知って、そこがすごく自分の中で衝撃で、今いる新潟で起こったんだっていうのが結構ちょっと心の中で残っていたので、参加しようというふうに決めました。あ、そうなんですね。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。このセミナーに参加されて、蓮池薫さん、曽我ひとみさんね、北朝鮮に拉致されていた帰国者のね、方に、会ってお話もされたり、したようなんですが、はい。横田めぐみさんの拉致された寄居浜っていうのは、行かれたりはしたんでしょうか？あ、行きました。あ、行かれたんですね。はい。はい。そうですか。うん。どういう印象を持ちましたか？覚えていらっしゃいます？あ、はい。拉致された、現場とされる場所みたいなところにも行ったんですけど、本当に今は住宅街っていう感じで、近くに小学校もあって、すごくやっぱ海が近かったなっていう印象でした。本当に歩って5分ぐらいのところに海があって、でもすごく静かな場所でした。あ、そうなんですね。はい。もう寂しい感じでしたか？いや、寂しい感じではなかったですね。近くに小学校もあって、住宅街があってっていう感じだったので、そうですね。あんまりすごい賑やかっていう感じではないですけど、人が全くいないみたいな、何もないっていう場所ではなかったです。あ、そうなんですね。はい。はい、ありがとうございます。あ、今、長尾隆さん。はい、長尾隆衆議院議員も来てくださいました。国会議員の先生も。はい。たくさん来てくださってます。はい、長尾さんありがとうございます。もうこういうね、若い女性が、拉致問題に関心を持ってくださって、大学でね、セミナーに参加してくださって、大学を卒業された後でも、こういう啓蒙啓発番組に出て、当時の学ばれたことについて、いろいろ私がインタビューさせていただいてお話ししていただけるって本当に貴重な機会ですので、本当にありがとうございます。はい。はい。いろいろ被害者の方とお話をされたり、こういうことが過去にあったっていうことをいろいろ時系列とかで学ばれたと思うんですが、はい。その中でね、なかなか拉致問題について、なんて言うんでしょう、そのセミナーに参加してない大学のお友達にも、はい、今大学でこういうことやってるんだよみたいなお話をされたことってありますか？あ、はい、しました。あ、そうなんですね。はい。セミナーの時に、最後に、はい、プレゼンテーションをしたんですけど、はい、私が大学2年生の時にセミナーを受けていたので、その当時の大学1年生に向けて、1個下の学年の子たちに向けて、一つの1時間の授業を借りて、そこで今までセミナーで学んできたことをプレゼンするっていうことをやっていたので、その他の学生に伝える機会っていうのはありました。あ、はい。はい。なんか友達との会話で、はい、なんか率直な感想で、はい。なんか記憶にあるのとかありますか？そのセミナーに関してですよね。はい。でも多分そういう活動をしてることがあまりないので、なんかすごく、私が他のそのセミナーで、いろんな現場視察とか専門家の方にお話を聞きに行ったりして、そういうのを見てすごく頑張ってるねっていうふうには言ってくれたなというふうに覚えてます。あ、そうなんですね。はい。はい。これモニターに拉致問題と聞いて、どのようなイメージを持ちますかという、はい、はい、モニターになってるんですけど、はい、これは、いろいろ、その会場に集まってくださってる学生さんにも挙手していただいて、はい、発言とかしていただくんですか？そうですね。これは、はい、紙というかシートを作って、はい、そこに、いろんな質問を置いといて、で、はい、グループワークというか、近くにいる人と話し合う形で、その紙に記入してもらうっていうのを、なんか、一方的なやっぱ授業だと、聞いてられても、つまんなくなってしまうのかなっていうふうに思ったので、ちょっとなんか手を動かしながら、人と話しながらっていうのを意識してやっていました。あ、なるほど、そういうことですか。はい、あ、なるほど、グループをそこで、周りの方に作ってもらって、ディスカッションしてもらうんですね。そうですね。はい、ディスカッションするって形でやってました。で、そこでまとめられた意見っていうのが、後からそのグループごとに上がる形だったんですかね。結構多い、行動というか、教室だったので、一つ一つのグループに上げてもらうという形ではなくて、自分たちが最後にその紙を回収してっていう形でした。あ、なるほど。じゃあ、その回収された紙は、後で奈緒さんたちがどういうことを話し合ったのかように。見せてもらって読むって形だったんですね。そういう形でした。はい、なるほど。知らなかったっていう、やっぱりそういう意見は多かったですか？あまり詳しく知らなかったみたいな。新潟の大学にいたので、その拉致問題を知らなかったっていうのは、あんまりなかったんですけど、やっぱりその、拉致問題とか北朝鮮に関してやっぱ怖いイメージを持ってる人が多かったなっていう印象でした。いや、わかります。そうでしょうね。はい、別に若い方に限らず、怖いというか不気味というか、ね、なんかよくわからないし、テレビのニュースではミサイルをね、発射したっていうニュースも、この時期もよくあったと思いますし、はい。確かに怖いなっていうイメージを持たれる方が多いのはよくわかります。はい。で、こういう、成果報告会というか、いろんな拉致問題について学ばれて、ここで、なんていうんですかね、ここが特に聞きたいんですが、その、警察が認定している特定失踪者っていう方々ですよね。政府認定の拉致被害者12名だけでなく、今だと、特定失踪者が、最新が、何人だったかな？ 873 だったかな？はい。そういう、800人以上に上る人たちが、拉致されている可能性が濃厚で排除できないということは、奈緒さんたち発表の中では、お話はされたんでしょうか？最初の導入の部分で、その数、それくらいの数がいるっていうのは、話したんですけど、やっぱり1時間半ってすごく短い中だったので、一人一人というか、にフォーカスするっていうのは結構一人一人にフォーカスするっていうのはできなかったですね。ああ、そうなんですね。はい。その特定失踪者についてはもうはい、このセミナーで多分知られたと思うんですけど、奈緒さん自身も。はい。はい。驚きはなかったですか？いや、驚きましたね。その数もそうですし、はい、こんなにいるんだっていうのは正直なところでしたね。ってなりましたか？そうですね。はい。あ、なるほど。で、お家で、お母さんやお父さんと、こういうセミナーで発表をすることだったり、いろいろ学んできたことだったり、現地調査にも、拉致された現場の現地調査に行かれたり、曽我さんに会いに、一泊二日でね、種子島の方にも渡られたということで、こう、長く、拉致問題の調査、セミナーで、いろいろこう学ばれてたと思うんですが、ご家族とこういうことについてどういうお話をされたかって覚えていらっしゃいますか？そうですね。私は母に話したんですけど、結構私が実際に蓮池さんとか、曽我さんに会って話したっていうことを言ったらすごく驚いてました。あ、あったのっていう感じで。あ、そういう感じでした。そうなんですね。はい。なるほど、なるほど。その時、奈緒さんは、お母さんが蓮池さんや曽我さんのことを、意外だったって言われてたんですが、そうですね、親の世代の時に、多分、蓮池さんとか曽我さんが帰国された時だったので、多分ニュースとかですごく取り上げられていて、多分それで、私の母も、ニュースとかに詳しいわけではないんですけど、多分それでもやっぱニュースとかたくさんその時代に取り上げられていたので、知っていたっていうのがあるのかなというふうに思います。そうですね。そうなんです、そうなんです。ちょうど奈緒さんの、お母さんたちの世代の方は、奈緒さんがまだ、本当にまだ小さな時だったんですけど、2002年、この帰国、5名の方の帰国の時には本当に報道も過熱してまして、連日、連夜、拉致被害者の、方々の報道が続いたので、その頃にテレビをもつけると、拉致問題のことはずっと毎日のように報道されてたので、皆さん記憶にあるんですね。そうだと思います。そうですか。蓮池薫さんに会われて、どのような印象を持たれましたか？そうですね。最初に会ったのは、蓮池さんだったんですけど、私も結構、聞いていいのかなっていうふうに、遠慮してしまう部分もあったんですけど、でも私たちは質問すると結構たくさん答えてくださる感じでした。自分が印象的だったのが、北朝鮮にいた時に、お金を何か子供に何かあった時に、使いの人とかに渡せるっていうか、賄賂として渡せるように貯めておいたっていう話を聞いて、そういう先が見えない中で、どうやって子供を守っていくかっていうのを考えるっていうのにすごく心を打たれたなっていうふうな記憶がありますね。ああ、なるほど。すごい証言ですね。そうですか。もう国でうまく、世渡りしていくというか、時には、困った時に、賄賂を渡して、問題がなるべく、大きくならないように、済ませるために賄賂が必要だっていうことをね、そうですか、そのためのお金を、用意してたっていうことを。そうですね、それを聞いて。日本ではそういうことないですもんね、本当に。そうですね。で、実際に蓮池さんが、拉致されたのも、ちょうどその当時、大学生だった奈緒さんたちと変わらない年じゃないですか。そうですね。だから、大学生、まだね、なんていうのかな、社会に出る学生で、ちょうどみんなとワイワイ楽しく過ごしてた時に、もう急に力ずくで無理やり、朝鮮の北の方に連れてかれてしまうっていう、本当に恐ろしいなって思われたと思うんですが、やっぱり実際にこう被害者の方とお話しされたら、あ、これは、まあ別に蓮池さんが特別そういう目にあったわけじゃなくて、蓮池さんじゃない人がそういう目にあっててもおかしくないなっていうふうに、思われたと思うんですけど、どうでしたか？そうですね。私たちはプレゼンの中で、なんか本当に日常の落とし穴だったっていうのを、なんかプレゼンの中で言ってたんですけど、誰にでもあり得るって、あり得ることだったんだなっていう、あってはならないことだと思うんですけど、なんか誰にしもあり得たことだったっていうのは、たまたまね。はい、そうですね。そうですよね。曽我ひとみさんにも、里ヶ島の方に行かれて会われたというふうに聞いてるんですが、里ヶ島、どういう印象でしたか？行かれてみて。佐渡島は佐賀に何かに初めていたんですけど、なんかすごく落ち着いた島で、すごくなんかリラックスできる島だなと思っていて、私も個人的にすごく好きな場所ですね。海が綺麗でね、自然がいっぱいあって、島民の方々もこうね、皆さんこう、なんていうのかな、都会よりももっとこう密接に結びつきもありますし、なるほど。のどかな綺麗なとこだなと思われたんですね。そうですね。で、曽我さんの拉致現場にも行かれたということなんですが、どういう印象でしたか？行ってみて。夜じゃなくて、朝というか、お昼なんですかね、行かれたのは。そうですね、明るい時に行きました。明るい時だったので、そんなにこう、不気味な感じはなかったですか？そうですね。でもなんか、あんまり悪いっていうか、そういう印象ではなかったですね。なんか、街灯はこう、たくさんあるとか、なんか本当に田舎の道っていう感じでしたね。なんて言うんでしょう、特にこう、人もあまり来ないような場所だったんでしょうか。私、曽我さんの拉致現場ってあまり詳しく知らないんですけど。でも、車は通ってましたね。私たちも車を降りてではなくて、近くの道のところはバス乗りながら、こう、何回も行ってたっていう感じだったんですけど、車は、普通に通ってました、たくさん。そうなんですね。車道が近くにあるんですね。なるほど。でも、こう、ガラーンとしている感じですか？特に、何かこう、建物とかはなく、お店があるわけでもなく。お家があったりはしたんですけど、そうなんですね。人が、よく歩ってるっていう感じではなくて、車が通って、その脇に、住宅があるっていう感じでしたね。そうなんです。民家もあるんですね。ポツポツっていう感じでしたけど。なるほど、なるほど。そんな密集してなくてポツポツとあるんですね。なるほど。で、特に、なんていうんですかね。船とかそういうものもない感じですか？そうですね。浜辺ですね。真野湾っていう、多分連れ去られたであろう、なんか、湾があるね、湾っていうか海につながるところがあるんですけど、そこには、船とかはなくて、本当に静かな、のどかな場所でした。そうなんですね。なるほど。ここの現場に来られたのは、学生さん、セミナーの参加された学生さんと、なんていうんですかね、一緒に行かれた先生、だけだったんですか？曽我さんは来られなかったんですね。ここには、来てないですね。で、曽我さんとは、どこでお話を佐渡市の多分市役所で、なんか、講義地というか、部屋を借りして、ここでお話をしました。なるほど。佐渡の、役所のところでお話をされて、そうですね。なるほど。この現場視察は、お話をした後に行きました。なるほど。お話の後に現場の方に先行かれたということですね。はい、こういうふうにこう、円卓っていうか、ぐるっとこう、みんなの顔が見えるような形で、座ってお話を聞かれたということですね。はい、あ、そうですね。はい、そうです。ここで、曽我さんからどんなお話を聞かれたか覚えていらっしゃいますか？ここは結構、うん、そのお母さんの、やっぱり今お母さんがまだ帰ってきてない状況で、こうお母さんへの思いとか、はい、こう、まあ今、曽我さんが、こう、まあ、拉致の、こう、はい、啓発活動とかを、こう、頑張られてると思うんですけど、はいはい、その原動力になるものは何なのかとか、そういう話を聞きました。あ、そうなんですね。はい、覚えてましたら、その原動力のことをもうちょっと詳しく聞かせていただいていいですか？はい。まあ、その原動力はやっぱり、今、まだ帰ってきてないお母さんに会いたいっていう気持ちが、やっぱり一番強くて、そのためにこう、頑張っているっていうのを、おっしゃっていたと思います。はい、ああ、そうなんですね。はい、いや、ほんとそうですよね。お母さんに会いたいですよね、はい、ほんとに。そうですよね。はい。そっか、曽我さん、北朝鮮に拉致された後に、はい、横田めぐみさんと一緒に共同生活されてた時期があったんですが、はい、そのことについても曽我さんお話はされてましたか？あ、はい、してました。はい、めぐみさんのことをどのようにお話しされてたか、覚えてる範囲でよかったら。はい。なんか一緒に、こう、なんか歌を歌ったりとかしていたっていうのを聞きました。なんか結構本当に、兄弟みたいな、姉妹みたいな感じで、関係っていうのを言っていましたね。やっぱり、めぐみさんがまだ戻ってこれてないことも、すごく心痛まれてるっていうことだったんですね。はい、そうだと思います。なるほど。はい。そっか、私のね、もうやっぱ想像になるんですけど、はい。そんなこう、ね、周りに日本人のいない場所に連れてかれて、はい。こう、急に一緒に暮らすことになった女の子が、はい。自分よりも随分、ね、幼い女の子で、はい。でも日本語でこう、ね、こっそりとお話できる時間もあったでしょうし、はい。日本のことを思い出して、なんかこう、君が代とか、なんか唱歌とかを歌われたようなんですけど、はい。なんかそういう時にこう、お互いに助け合えるというか、支え合えるというか、慰め合える関係っていうのは、ね、本当にもう、あっという間にこう、絆も深くなるでしょうし、ね、支えだったんだろうなと思うので、本当に曽我さんに、早くね、横田めぐみさんをなんとかこう、一日でも早く奪還できて、曽我さんと、抱き合える日もね、そうですね。来たらいいのになって、本当に思います。はい。そうですか。はあ、なるほど。ありがとうございます。はい。こういうことの経験って、こう、やっぱり、はい、なんて言うんですかね。ちょっと言いにくいんですが、はい、なんでこんな大変なことが、いまだに解決されないで、はい、続いてるのっていうふうに、そういう強い疑問を感じませんでしたか？そうですね。なんか、私が特に思ったのが、その、はい、前もお電話で話したんですけど、はい、その、横田早紀江さんと、ちょっとお電話をさせていただく機会があって、その時に、本当にすごい、私たちのセミナーの活動をしてくださっていて、こう、ありがとうございます、ありがとうございます、なんか何回もこう、お礼を言ってくださって、本当に優しい方だなと思って、その時になんかなんでこんなに優しい人が、こんなに辛い思いしなきゃいけないんだろうっていうのを、すごく感じたので、なんかなんとこうしても、こう、横田めぐみさんに会わせてあげたいっていう気持ちは、なんかそこで本当にすごく強くなったなっていうのはあります。本当にはい。なんでこんな思いをね、はい、めぐみさんも北朝鮮でされてると思いますけど、日本で、なんとか取り戻したいってこう頑張っていらっしゃる早紀江さんも、本当にこう、何にも悪いことはしてないですし、はい、ね、実際にその、一生懸命拉致問題についてこう学ばれてた当時のね、大学生だった、なおさんたちに本当に感謝の気持ちばかりをこう述べられたということで、はい、こんな優しい方がね、なんでこんなに辛い思いをしなきゃならないんだろうって、それは本当そういう不条理な気持ちになりますよね。どうしてこんなことにって。はい、しかも、すぐにね、まだ解決されたならまだしも、いや、それはもう本当に、心臓が止まりそうなぐらい苦しい思いだと思うんですけど、それが何十年も続くって本当に、どれほどね、厳しいというか、辛い毎日かなって思うので、そうですか、ありがとうございます。はい。そうなんですよね。実際に、この問題の解決のためには、はい、もう何よりもやっぱり国民が一丸となって、はい、まあ政府の背中を押すと言いますか、もう、早く、一日も早く、日本人拉致被害者を帰国させてくださいっていう、そういう一丸となった、こう、思いになって、はい、政府と、なんて言うんですかね、頑張っていくっていうのが何よりも大切なんですが、で、それをね、北朝鮮側は間違いなくそういう国民世論っていうのを見てると思うんですが、はい、なおさんから見て、はい、実際に、なんていうのかな、そことの乖離といいますか、日本人の人たち、多くの人たちは、拉致問題に関心は高いと思いますか？やっぱり関心はもう今薄くなってると感じられますか？正直に。正直に。はい。率直で。でも、少なってるというか高くないかなというふうには思います。ああ、そうですよね。やっぱり、あんまりニュースでやらないっていうのもありますし、はい。まあ今もこういう状況だからっていうのもあるかもしれないんですけど、なんか動きが少ないなっていうのは個人的には思いますし、こうだんだん拉致の被害者の方も関係者の方もこう高齢化していっていて、それに伴って多分拉致問題を知ってる層もどんどんこう高齢化してると思うんですけど、その知らない層はこう、知らない若い方がこう増えているっていうのが、まあ現状なのかなっていうふうに思ってます。あ、はい、ありがとうございます。本当にそうだと思います。で、なおさんたちのように大学でこういうセミナーに参加してくださって、また報告会にね、そっかセミナーの人たちが報告会するから、どういうことを調べたのか聞きに行こうっていう方も、たくさんの学生さん参加してくださって、こういう取り組みが、全国の大学や高校やであると、随分それも、なんて言うんですかね、若年層への理解っていうのが高まるんじゃないかなと思うんですけど、そういうことをね、国がこう、もうちょっとね、なんて言うんですかね、これだけ最重要課題、日本のね、最重要課題、何が何でもっていうふうに、まあ、日本政府もおっしゃっているわけですし、これはもう本当に日本人として、絶対になんていうんですかね、まあ今被害者のを取り戻せたとしても、被害者の方々のね、過ぎ去ってしまった年月っていうのは、巻き戻せないので、本当の意味の解決ではないんですが、まあ、被害者の、救出ってことを、とにかく日本政府は必ずやり遂げなければならないことなので、最重要課題というのであるならば、こういうことのね、こう、啓発をいろんな高校や大学で取り組んでもらえるように、推進してもらいたいなと思うんですけど、こういうことを私が思うんですけど、なおさん、どのように感じられますか？そうですね。なんか私も、始めた当初は、拉致問題について本当に知らなくて、学ぶ、セミナーを通して、本当に最初は、勉強することばっかりで、最後に、プレゼンがあって、そこで自分がどうやったら、最初学ぶことばっかりで、でもだんだん学ぶ中で自分がこう発信する側に回りたいっていうふうに思うようになったので、こう、やっぱこういうセミナーがあることによって、そのなんか、拉致問題に対する考え方が変わるなっていうのはすごく思ったし、今もこうニュースで拉致問題についてこう見たりとか、こういう機会をこう与えてくださるから自分がこう参加してみようっていうふうに思えたりとか、なんかそういうふうなこう拉致問題に対する気持ちの変化があったので、なんかこういうセミナーを開くとかワークショップを開くっていうのをなんか学生にやってもらうのはすごく拉致問題を知ってもらうのにいい機会なのかなっていうのは思います。なおさんありがとうございます。素晴らしいです。はい、いや本当にありがとうございます。そうですよね。はい、やっぱりこれをただただ知らせるっていうだけじゃなくて、知って心がこう揺り動かされて、はい、みんなやっぱり自分の家族に会えなくなるってどんなに辛いことかって誰でも想像ができることですから、はい、それも無理やり離れ離れになって声も聞けない生きてるかどうかもわかんないなんて本当に地獄のような思いじゃないですか。はい。はい。で、こういうことをやっぱり若い方に知ってもらって、心がこう、突き動かされた方は、それを今度発信する側に、知らせていこうっていう側に、なってくださるっていうことなんですね。なるほど。本当にありがとうございます。そうなんです。なので、今日、なおさんが、このツイキャスに出てくださることを承諾してくださったのが、はい、その私に言ってくださったのが、その社会人になってなかなかこう、まあ、毎日忙しい日々をね、過ごしている中で、はい、その、拉致問題について何か自分もできることがないかっていうことを、まあ、はい、時々思われてた、ようなので、まあ、こういう番組に出てお話をね、まあ、することで、はい、協力できるなら喜んでしますというふうに、本当にありがたいことを言ってくださいました。で、まあ、こういうことを言ってくださるのは、まあ、もちろん、なおさんがね、優しくて、素晴らしい女性だからと思いますけれども、でもやっぱり、この拉致問題のことを学ばれて知って、これは、他人事じゃなくて日本人みんなが、協力して解決、なんとか被害者救出をしなきゃいけないことだっていうことを、まあ、深く理解されたからだと思うので、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、国に私も、やっぱりいろんな高校や大学で、こういうことは別に新潟県だけに限らず、はい、はい、取り組んでいただきたいということを、しっかり要請していこうという、はい、今、なおさんのお話聞いて、本当に強く思いました。はい。はい、ありがとうございます。でも、はい、そうですね、今、シーマンさんがね、書いてること、本当それも今日お話ししなきゃいけないんですけど、はい。本当は、まあ、なおさんのお母さんとか私も同じ世代なんですが、もうとっくのとうに、被害者をね、まあ、いろんな手段を持って、はい、もっと強い外交、なんていうんですかね、圧力を持って、はい、北朝鮮から取り戻さなきゃいけなかったことなんです。うん。はい、で、今もこの問題が何十年も経って続いてきてるままで、はい、なおさんたちにもちろんこういうことを学んでいただけたのはありがたいんですが、はい、まだ解決ができてない、被害者も取り戻せてない、はい、まあ5名の方は一応、取り戻すことはできましたが、まだ取り戻せてない方がたくさんいて、はい、で、それがどんどん未だにこう、なんていうんですかね、成果が出てるならまだしも、何年間も進展がないままで膠着してて、はい、で、なおさんもね、ご存知のように、横田茂さんも去年亡くなられてしまいましたし、はい、はい、有本恵子さんのお母様も亡くなられてしまいましたし、はい、もうたくさんの、特定失踪者拉致被害者の親御さん世代が亡くなられていかれてるんですね。はい、今もう救出できたとしても、はい、なんていうんですかね、この世で抱き合って、はい、お互いの体温を感じるように抱き合えるっていうことはもう叶わないという、うん、もう誰がどう頑張ろうが亡くなられた方をね、生き返らせることはできないので、はいはい、この世での再会というのが叶わないことになってしまったっていう、この不甲斐のない現状が、その、奈緒さんたちのような若い方々に本当に大人として申し訳ないと、本当に申し訳ないと思ってます。でも、なんとかそれを打破というか、少しでも変えたいと思って頑張ってる大人も、はい、そんなに多くはないんですけど、少なからずいますので、はい、はい、どうかこれから、その、大人たちにすごく失望されるかもしれないんですが、でも、なんとかしたいというふうに思ってる大人はいっぱいいますので、はい、どうかこれからも、一緒に頑張っていただけないでしょうか。はい、もちろんです。はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、で、なかなかこの問題は、すごく重たくて、本当に深刻なだけに、こう、友達との会話の中で、ぽっとこう、拉致問題のことについて話すっていうのは難しいと思うんですね。はい。はい。でも、そういうのをこう、話してもらうきっかけにもなるかなと思って、まあ、一生懸命、なんていうんですかね、その、映画というエンターテインメントの力を借りて、はい、はい、いろんな人に見てもらおう、知ってもらおうという形で、めぐみへの誓いっていう映画も、はい、なんとか今年出来上がることができまして、はい、はい、で、そういうのがこう今ニコニコ動画で、上映もしてますので、よかったら、なおさん、はい、私、なおさんに見ていただこうと思って、プレゼント、ポイントのプレゼントさせていただいたんですけど、まだ見れてないですか？はい。まだ見てないです。そうなんですね。ぜひ見ていただけたら、そのお友達にこういう映画を見たんだよって、まあ映画のことからだったらこうお話ししてもらいやすいかなと思うので、もし機会があったらまた見てねとか、こういうところがこうだったよとか、その映画の感想みたいなのを含めてお話ししていただけたら嬉しいんですが、はい。はい。していただけますでしょうか。あ、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。またその映画の感想なんかも、よかったら教えていただけたら嬉しいです。あ、わかりました。はい。ありがとうございます。今日本当貴重なお話たくさん聞かせていただけてありがとうございました。最後に、はい。なおさん、この拉致問題、拉致被害者救出、なんとか一日も早くということを、なおさんの口から、今ここにいらっしゃる皆さんに、教えていただく、なんか、お話ししていただけたら嬉しいんですが、言っていただけていいですか？あ、はい。わかりました。はい。よろしくお願いします。そうですね。うん。なんか、一人だけでできるのは、一人だけで拉致問題のこう解決をするっていうのは難しいと思うんですけど、こういろんな人がこう興味を持って拉致問題を解決したいっていうふうに思って、はい、こう取り組めばこう世論が動いて、それでこう政府も動いてくれるんじゃないかなっていうふうに思うので、その人になれるように私も頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、本当は一日も早く解決しなきゃ問題なので、なおさんがお母さんになって、昔の日本はね、こういうことがあったけど、今はね、っていうふうに、いい方向でね、いい方向というか、なんとか解決できたんだよっていうことがお話していただける国に、一日も早くなりたいと思ってますし、はい、解決頑張りたいと思います。はい。あ、上野先生ありがとうございます。今、衆議院議員のね、国会議員の先生が、はい、書いてくださいました。こういう若い方々のためにも何とか解決に向けて前進させていきたいですと。はい。力強いお言葉いただきました。ありがとうございます。なおさん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごくいいお話、たくさん聞かせていただけて嬉しかったです。いや、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあお電話の方切らせていただきます。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。また、はい、すいません。またやり取りしてください。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、はい、失礼します。はい、失礼いたします。はい。ね、しっかりしたお嬢さんって、23歳のね、若いお嬢さんです。はい。まあ、こういう方々が、うん、ね、しっかりされてますよね、本当に。うん。やっぱり、なんかね、涙出そうになりました。なんかこう、知ったからには、学んでる側だった時には、なおさんは、そんなことあったんだ、そんなことあったんだっていうふうにこう、なんていうのかな、昔の出来事、大変なことが起きたんだっていうふうに、こう、事実を見聞きしてたんだと思うんですが、その実際に被害に遭われた、曽我さんや蓮池さんの生の声を聞かれて、こんな苦しい思いを、されてた人がいる。で、今もされてる人がこれだけいるってことを、今度私たちは知らせていかなきゃならないっていう自覚を持たれたということで、やっぱりそれが本当に啓蒙啓発なんだなと、もうなんかね、基本の木なんですけど、改めて感じましたね。やっぱ知ってもらうってことは、その方だけでとどまることじゃなくて、その先につながる広がりになるんだな、ということも、感じました。希望ですよね、本当に。で、なおさんがね、最後におっしゃったように、国民の人が知って世論が高まれば解決っていうふうに言われてたんですが、もちろん、それですぐ世論が高まれば解決ってことには、そんな直結はしないとは思うんですが、でも、日本でこの拉致問題の解決をっていう声の世論が、なんていうんですかね、高まっていかなければ北朝鮮は、本腰にはならないと思います。やっぱりそうだと思います。日本政府が動きやすくなるっていうのももちろんそうですけど、日本の世論が北朝鮮許さないと、何がここ、正常化だと。拉致被害者の救出全員のね、奪還なくしては、北朝鮮を許さないんだ、日本人はって。もう、ね、未来永劫許さないんだっていう強い怒りを日本人が持ってるってことを、北朝鮮に向けてしっかりこう、ね、世論の高まりという形で、正しいメッセージ、正しいアピールをしていかなきゃいけないなと思います。ね、藤田さん、ほんと純粋な若者はね、汚れてないですよね。本当に、本当に正しい答えをスッと導き出されるなと思うんです。で、実は、このツイキャスに出ていただくのに、まあね、なおさんに、お名前出していいですかとか、発言するの怖くないですかっていうのも、まあ、配慮として聞かせていただいたんですが、いや、怖くないですと、名前も出していいですと、拉致問題解決本当に願ってるので、お役に立ちたいですと、純粋にそういう、本当に純粋な気持ちから、人命救助、一助になりたいという気持ちからそういうふうに、何の迷いもなく言ってくださいました。うん。大人と違って若い方は、やっぱり何が正しくて、ね、何が間違ってて、何には怒りを上げなきゃいけない、何には声を上げなきゃいけないということが、本当にこう、イデオロギーとかしがらみがなくて、すっと純粋に正しい答えをね、導いてくださいます。だからやっぱり大人が若者に教えられるってこといっぱいあると思うんです。なので、どうして今の日本こんなに手たらくな拉致被害者の救出できないなんておかしいじゃないかって若者から声が上がるぐらい若者に知ってもらって、国民のね、こう、なんていうんですかね、半分諦めているような人たちのみんなのこう背中やお尻叩いてもらうっていうのもね、大人があかんですよね、本当に。で、その原因がこれだったら、それを直したらいいじゃないって、そういう若者の声で、どんどん、なんていうのかな、日本の間違えてきたこと、未だに直せてないところ、ね、直さなきゃいけないはずなのに、変えられないまま来たところとか、どんどん変えていけたらいいなと思います。はい。やっぱ若者のね、そういう強い声っていうので、国が実際変わってきたっていう歴史ありますから、ね、国を変えてきたのって結構若い人たちの力じゃないですか。ね、維新にしてもそうでしたし、明治維新とかね。はい。若い人にね、もっと啓蒙啓発は必要ですってことを、文部科学省とか、日本政府、はい。私、もっと訴えていきたいなと思いました。で、来週のゲストに行く前にちょっと告知ですね。これ明日なんですが、ちょっとお待ちくださいね。あれない。あれすいません。手際が悪い。明日ですね、ちょっと待ってください。あれ出てこない。ツイキャス繋がってますよね。あ、繋がってますね。あ、そうです、そうです。ちょっと待って。ごめんね。電波も悪いな。ちょっと待ってください。これ Facebook のURL がすごく長いので、すいません、ちょっと読むかな。明日7月19日月曜日、麻布税務署前集合、夕方の5時に、麻布税務署前集合となっております。内容はですね、北京オリンピックまで残すところ200日となりました。オリンピック精神に反する中国政府の人権弾圧、民族ジェノサイドに抗議の声を上げるため、中国大使館前での抗議活動を行います。ということです。今後も中国政府が人権状況を改善しない限りは、引き続き2022年の北京オリンピックの開催に対して反対の声を上げ続けていきたいと思っておりますので、ご参加よろしくお願いいたしますと。はい。2022年北京人権弾圧五輪の開催に抗議する実行委員会の方々が、明日、中国大使館前で抗議行動を行います。はい。で、集合は、麻布税務署前、夕方の5のオリンピックももう、開催まで1週間切りました。はい。もうね、北京オリンピックが、ね、まあ、こんなに日本のオリンピックの反対の声を上げてる人たくさんいるんですけど、北京オリンピックの開催の反対声を上げてる人って、日本のオリンピックの開催の反対上げてる声よりも随分、限られているというか、いつも決まってる方というか、少ないですよね。もうこんな平和の祭典という名前のもと、中国でオリンピック開催を許してしまうって、どんなに、取り返しのつかない大変なことかっていうことを、私たち真剣に考えなきゃいけないと思います。はい。オリンピック憲章違反でもありますし、日本がしっかり、日本人がね、このことについて反対の声を上げないと、中国は人権弾圧、人権蹂躙など行っていないと、中国政府の正当性を、なんていうんですかね、保障してあげてしまうようなことになってしまいます。はい。北京オリンピックの、このね、オリンピック精神に反する人権弾圧、少数民族に対する人権弾圧、民族ジェノサイド、続いております。今も続いております。ずっと続いております。抗議の声を上げてください。明日、7月19日月曜日、麻布税務署前集合5時からです。5時集合です。で、そこで集合して、中国大使館前で抗議行動を行いますので、よろしくお願いします。はい。それから、来週のゲストのご紹介を続けてさせていただきます。もうこのツイキャスでもね、不安の方たくさんいらっしゃると思います。アジア調査機構代表の加藤健さんに来週、どれぐらいぶりですかね。はい。ご出演していただきます。いろんなお話、聞けると思います。加藤さんのね、やっぱり素晴らしいところは、そのいろんな方々ね、例えば、拉致問題の集会に参加できないとか、拉致問題のね、やっぱりこう、署名活動とか、集会とかには、なかなかこう参加できないんだけど、まあね、やっぱりこういろんな、それぞれ、人それぞれにこう事情だったり、生活環境だったりありますから、だけど家にいても私がそのメールを送ることで、北朝鮮に対する外貨獲得の圧力になったり、世界の国連大使に向けて北朝鮮がいかに、悪かと、どんなにひどいことをやってるかっていうことを広げて、もっと世界中での圧力が高まって、北朝鮮政府がもう根を上げて、日本人拉致被害者を返した方が、もうこれは、自分たちの体制維持のため、もうその体制維持が許せないんですけど、体制の維持のためには、得策だろう、それならテーブルにつこうじゃないか、先代がね、出した拉致被害者死亡も、そちらの顔で撤回じゃないですけど、被害者は死亡してませんでしたと、被害者はもう返しますという、そういう交渉のテーブルにつこうじゃないかということの、助けになるメールを、家にいながら1分でできる。どこに出かけなくてもすぐその場でできるっていう、すぐにたくさんの方が簡単に参加できる参加型、本当にたくさんの方にすぐ参加していただける形の、北朝鮮、対策ってことを、編み出された方です。はい。だから加藤さんとの、ツイキャスに、加藤さんに出ていただくと、どうしたらいいんだろう、拉致被害者帰ってくるために、私何ができるのっていうモヤモヤが、力に変わるんですね。よし、これをやろう。これで、やっても、ダメでももともと、やって結果がもう出るかもしれないと思ったら、励みになって、週に1回か2回だったところを、ちょっと、寝る前の習慣にしようかなとか、はい。そういうふうにこう、どんどんこう、なんて言うんですかね、メール講義で、対北朝鮮に対する活動が、それぞれの方にやっていただけるという、そういうお話をしていただけるので、すごく皆さん力が湧くと思います。はい。そうですね。はい。月さんが出るように、実効性のある提言。さすが。はい。そうですね。私もね、ずっとね、やっぱり加藤さんはね、ヒーローのような方だなと思ってますね。で、お金もかからないし、ね、どこかの団体に所属しなきゃいけないってこともないし、ほんとたった一人でも、誰にも迷惑かけずに、その場ですぐ家にいてできる対北朝鮮対策って、こういうことをね、やっぱり編み出されて、本当に加藤さんヒーローだと思います。22日ってなんかありましたっけ？ごめんなさい、月さんの方で、情報あるなら出してください。ちょっと22日の公演情報はわからないです。23日は、これ出した方がいいのかな？ごめんなさいね。ちょっと画像が。沖縄の祖国復帰。はい。はい。すいません、月さんの方で出してもらっていいですか？はい。そうです。22日に沖縄の祖国復帰の、はい、会がありますね。ちょっとね、なんか今、その緊急事態宣言が、延長されて、なんかね、いろいろ中でこういうふうにしましょうってなってたことが、中止になったこともありまして、あれこれかな、画像選択。あ、違う。ごめんなさい。ちょっと画像が出ないんです。すいません。あ、お茶の水に変更になってるんですね。そうなんですね。はい。で、23日の方は、三浦小太郎先生主催のシンポジウムが、大井町駅前の、何でしたっけ？すいません。ちょっとバタバタと。すいません。ごめんなさい。月さん分かる範囲でいいから出してもらっていいですか？ちょっとね、画像が出てこないんで。あ、切れる。大丈夫？すいません、すいません。あ、戻らないな。いえいえ、はい。ごめんなさいね。後でツイッターで出すようにしましょうか。はい。そうですね。講演会告知。22日と23日の分、後でツイッターの方にあげるようにします。すいません。そちらの方でチェックしていただいてもよろしいでしょうか。はい。すいませんでした。で、お写真戻りましたかね。あ、月さんのツイッターにあるそうです。はい。そうそうそう。あ、よりこさん、そうそうそう。在宅ロビー。それが痛かったんです。ごめんなさい。そう、在宅ロビー活動ね。はい。でね、今日私ね、ツイキャスまでにもしよかったら見てもらいたいと思って、今日お話ししていただいた木村奈緒さんに、そのニコニコ動画の、めぐみへの誓いの映画のね、視聴できるポイントのプレゼントをちょっとしたんですけど、ちょっと奈緒さんも忙しくて、見る時間なかったので、多分この後に見ていただいた後にまた感想を聞かせていただけるそうなので、またツイキャスの中でご紹介したいなと思っております。で、先週の小野寺勝さんゲスト会で、なんとね、特別に、このツイキャスを視聴してくださってた方々への、カレンダープレゼントですね。はい。5名の方へのカレンダープレゼントの抽選は、無事、厳選なる抽選をさせていただいて終了しております。で、今から、多分来週、はい、週明けから発送をさせていただきたいと思いますので、抽選結果とさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、そうそう、何が言いたかったか思い出した。そうやってね、めぐみへの誓いの映画のポイントを、1500円分、プレゼントして、映画見てねっていうことも、啓蒙啓発と一環としてできますので、まあね、ちょっと、連休もありますので、そういう連休の時に映画よかったら見てって、こういうふうにプレゼントしたから、シリアルコードを送ると、その人にポイントが、差し上げることができるので、そういう形で見てもらいたい人に、めぐみへの誓いのポイントプレゼントで、啓蒙啓発っていうのもやってみてはいかがでしょうかということが言いたかったことです。はい、すいません。はい。でね、来週は、対北朝鮮ロビイスト、アジア調査機構代表の加藤健さんにゲストでご出演していただきます。はい。あ、はい、わかりました。テンポイントさんありがとうございます。はい、書いてくださったんですね。はい、これ22日の方ですね。はい、お茶の水、エデュケーションセンター貸し会議室だそうです。受付12時半、開演13時、終演が15時半、会費が1500円となっております。ご参加していただける方、一人でも多くの方が行っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい。じゃあ今日のツイキャス終わります。皆さんね、ほんと今日、神戸でも、ものすごい暑さだったんですよ。もう午前中、お昼過ぎまで、もう熱波ですよね。ほんと熱波で。はい。皆さん体調崩されないように、もう十分お気をつけください。普段よりもね、早めに、就寝されるとか、たまにはシャワーばっかりしないでお風呂に、ぬるめのお湯にしっかり浸かっていただくとか、はい。お体ぜひご自愛ください。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。では配信終わります。来週よろしくお願いします。ありがとうございました。迎えに行くよ。